これからあなたを音楽アルティシーワンピースオデッセイの世界へ誘います。あなたはそこで偉大な冒険を体験し、新たなワンピースの物語を知ることとなるので、ハンドルを握って正面を向き、画面の指示に従ってください。さあ、ハンドルを右に回して物語の舞台、伝説の島ワクルドへ、いざ出発。この島は突然海の上に現れた。ワクルドと名付けられたその島は、嵐の結界に囲まれ、近づく者を阻む姿。ある時、私はとある海賊に出会った。彼はワクルドに上陸したことがあるという。その海賊は、島で不思議な姿で、恐ろしい巨人を見たと語ってくれた。彼を大名に習われた海軍に連れて行かれてしまった。それで我々学者の中に島を目指した者が何人もいた。誰一人戻ってくる者はいない。見ろよ、あの島、レピューターがいっぱい立ってる。空に降りてるあの光は、どんな面白そうだ。行くよ。ちょっと待って、ミニ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。あなたの目の前にルフィたち麦わらの一味が登場します。ワンピースオデッセイ。